俺は佐久間康、32歳、寿司職人だ。俺の父も寿司職人だった。それも腕のいいとびっきりの。子供にとってお世辞にもいい父親とは言えなかったけどね。しょっちゅう酒を浴びるように飲み、よく暴れては母を困らせていた。もうあなた、お酒はほどほどにしてって言ったじゃない。母のそんな言葉と、父が逆上して暴れ、ひどい事態になった家。当時、幼かった俺だけど、母を守ろうとして、むちゃくちゃに腕を振り回しながら、父にしがみついた記憶がある。もちろん、父にかなうはずなんかない。母は、そんな父に耐えきれなくなり、俺が10歳の時に離婚を決意した。あのままだったら俺のためにも良くないって思ったんだろうな。俺は母のことを困らせる父が嫌いだった。母に、どうする?って聞かれたけど、そんなの聞くまでもないじゃないか。迷わず母について行ったよ。父が暴れるたびに涙を流しながら家を片付けていた母。割れた食器やテーブルの上の花瓶などで怪我しないよう、俺を絶対に手伝わせてくれなかった。そんな母のことを、これからは俺が支える。そう決意したんだ。父はといえば、家族を失って初めて自分の間違いに気づいたのかもしれない。たまに俺に会いに来てくれたけど、その時はすごく優しかった。職場の寿司屋に連れて行ってくれて、俺のためにすごく美味しい寿司を握ってくれた。俺の目にとてもまぶしく映った寿司職人として働く父の姿。当たり前だけど、飲んだくれて暴れていた父とは別人のようだ。いつしか俺はそんな寿司職人としての父に憧れるようになっていた。しかし母としては俺が父に懐くのが嫌だったんだろう。今日ね、お父さんがすっごい美味しいお寿司を握ってくれたんだよ。今日はお父さんと遊園地に行った。俺のそんな無邪気な報告を不機嫌そうに聞く母。僕がお父さんと会うのは嫌なの?子供ながらに聞いてはいけない質問だと感じた俺は、その言葉を飲み込んだよ。父と一緒の時間を過ごすのを母が嫌がっているのは、まだ幼い俺にとっても明らかだったから。離婚の原因を作ったのは父だし、俺としても母の気持ちもわからないではない。その後は父と会うことを拒否するようになった。正直、父に会いたい気持ちはある。俺のことをたくさん可愛がってくれたからな。でも、何より母を悲しませたくない。俺の中では、その気持ちの方が強い。その後、遠方に引っ越したこともあり、父と会うことはなくなっていった。数年後、俺は高校卒業後の進路に迷っていた。大学へ進学するほど頭がいいわけじゃなかったし、学費のことで母に負担をかけるのも気が引けた。自分はどんな仕事がしたいのか。考えれば考えるほど頭をよぎるのは、父が寿司職人として働く姿、そして父が握ってくれた寿司の味だった。迷った末に、俺は母にこう告げた。母さん、俺、寿司職人になりたいと思ってるんだ。そう言うと、母はもちろん反対。
俺に父のようにはなってほしくなかったんだろうな。でも寿司職人がみんな飲んだくれなわけじゃない。俺は時間をかけて根気よく母を説得した。立派な寿司職人になって母を支えたいと思っていること。そしていつか自分の握った寿司で人に感動してもらえるようになりたいと思っていること。自分の理想を熱く語ったよ。すると最後には軽くため息をついた母がこう言った。血は争えないのね。俺は寿司職人になることを許してもらえることに。高校卒業後、近くの寿司屋で修行させてもらえることになった。高校の先生が知り合いで紹介してもらえてラッキーだったよ。地元では名の通った店で、寿司職人を目指す人なら誰でも入れるってわけではなかったから。名店で一流寿司職人を目指してやる。志高く修行を始めたけど、先輩職人さんたちの指導は本当に厳しく、心が折れそうになることも多かった。正直、全部投げ出したくなることもあったさ。でも、あの時、母の嫌がる気持ちを分かっていながら、自分の希望を押し通したんだ。最後までやりきるのが男ってもんだろ。俺はいつも自分にそう言い聞かせる。長い長い下積み期間に耐え、とうとう寿司を握らせてもらえることになった。その日のことはよく覚えている。緊張で手が震えたけど、俺が握った寿司をお客さんが食べて、うまいって喜んでくれる。その一言に思わず涙が出そうになった。家に帰り、興奮気味に母にそのことを報告すると、それはすごいわね。頑張った甲斐があったじゃない。満面の笑みで俺のことを褒めてくれた。保育園のお遊戯会で頑張った時も、小学校の運動会でリレーのアンカーに選ばれた時も、珍しくテストで100点を取った時も、俺のことを褒めてくれたあの優しい笑顔と同じ。ああ、俺がいくつになっても母は変わらないんだな。そうしみじみ感じた。それから数年が経った。俺は30過ぎになり、そこそこ名の知れた職人になっていた。そんな時、母から聞かされた父の訃報。俺たちが会わなくなった後、父は地元で寿司屋を開いたらしい。遺言では俺に店を継いで何とか店を残してほしいと書き残していたんだって。驚いたよ。タイミング的にはちょうど独立を考えていた時期だったから。母とも相談を重ねた結果、父の寿司屋を継ぐことに。せっかく父が俺に残してくれたチャンスだ。それを生かしてやることが父への弔いとなるだろう。でも、実際の店はかなり古く、近くには回転寿司のチェーン店も出店している。立地としては最悪だよな。しかも、店はあまり繁盛しておらず、経営はガタガタだった様子。寿司職人としての腕は良かったけど、経営の才覚はなかったんだな。寿司店を引き継いで、再びオープンすると、以前の常連さんが
ちらほら来店してくれた。さらに新規の客を取り込むべく、いろいろ努力してみたけど、経営は苦しかった。残念ながら、俺も経営の才覚はなかったようだ。宿泊した結果、1年が経つ頃には、俺自身、もう諦め半分だった。そろそろ店を畳もうかな。そんな風に考え始めた頃のある日、大学生ぐらいの若い女性が来店した。うちの店には珍しい客層だから目を引いたよ。その女性は父のことについて尋ねてきた。そして俺は亡くなったことを彼女に伝える。すると顔面蒼白になり、急に泣き出した。女性が落ち着くのを待って、事情を尋ねることに。その女性の名前は、木下ゆりえさん。かつてこの近所に住んでいたらしい。ゆりえさんは、実の両親と不仲で、よく家出を繰り返していたんだって。そんな彼女の面倒を見て、よく寿司を食べさせていたのが父だったってわけ。本当の父親のように慕っていたらしい。この店をいつか自分が手伝って大きくしたい。井上さんの美味しいお寿司をたくさんの人に食べてもらいたい。そんな願いから海外の大学に進み、経営学を学びに行ったそうだ。不仲の両親もまるで厄介者払いをするかのように、ゆりえさんの海外行きに同意してくれたのだそう。世間体を気にするあまり、一人娘が家出を繰り返すよりは海外留学してくれた方が助かるってことか。父の店のために海外留学までしたゆりえさんに告げるのは酷だって思ったけど、それでも本当のことを言わないわけにはいかなかった。実はこの店をそろそろ畳もうと思ってるんです。経営が火の車で。するとゆりえさんは再び涙を流して俺にこう言った。最後にあなたのお寿司を食べさせてもらえませんか？もちろんお代はお支払いしますので。父の味を知るゆりえさんを息子の俺ががっかりさせるわけにはいかない。俺は腕によりをかけて寿司を握った。その一つ一つを大切に味わうように食べてくれる。そして俺をまっすぐ見つめてこう言った。この味で諦めるのはまだ早い。まだ早いってどういうことだ？俺はゆりえさんのセリフの本心がつかめずに、なんて言っていいのかわからなかった。するとゆりえさんがこう続けた。私が大学を卒業するまであと半年です。それまで閉店するのは待ってもらえませんか？俺が口を挟む暇もなく、彼女は矢継ぎ早に続けてくる。さらにそこから半年もらえれば、この店を流行らせてみせますから。突拍子もないお願いに、正直戸惑ったよ。今ですらかなり苦しいのに、あと一年なんて。俺は彼女のお願いを丁重にお断りすることに。でも彼女は諦めなかった。何度も店を訪れては、私、こう見えても成績優秀なんです。絶対に成功させてみせますから。そう
熱心に俺を説得する。そこまでして父の俺の店を残そうとしてくれているのか。そんな彼女の思いに心を動かされ、あと一年頑張ってみることに。そして今まで貯めた貯金をつぎ込みながら、なんとか店を続けたんだ。半年後、ゆりえさんは経営コンサル会社に就職し、約束通り俺の店の経営改革に取り組んでくれた。彼女は空いた時間を使い、頻繁に店に来てくれる。そして次々と問題点を指摘し、SNS 戦略を打ち立ててくれた。最近のネット事情に疎い俺に代わって、ありとあらゆる手を使って集客に励んでくれている。それどころか、大学時代にバイトで貯めた自分のお金を使って、店の外観リフォームまでしてくれたのだ。そして彼女の努力が功を奏し、みるみる新規の客が来店してくれるように。気がつけば店は大繁盛さ。俺一人じゃ手が回らなくなり、母やゆりえさんまで店を手伝ってくれた。仕事帰りのジャケットを脱ぎ、ブラウスの袖をまくったエプロン姿のゆりえさん。本業の方で忙しい一日を過ごしてきただろうに、俺の店でも彼女は海外しく働いてくれた。常連さんの中にはゆりえさんのことを知っているお客さんもいてな。ゆりえちゃんじゃないかい。あら、お久しぶり。なんて楽しそうに会話をしていた。俺の握った寿司を美味しそうに食べてくれるお客さん。母やゆりえさんの笑顔あふれるサービス。今の店には俺が描いた理想があふれていた。店が軌道に乗ってきた頃、新たにフロアスタッフを雇うことにした。いつまでもゆりえさんの好意に甘えるわけにはいかないからな。そのことを彼女に告げると、遠慮しなくていいのにと笑ったが、いくらタフな彼女でも疲れが見えてきているのは明らかだったよ。母も高齢だから毎日手伝ってもらうわけにはいかなかったし、ゆりえさんのおかげでちゃんとスタッフにお給料を払えるようになったからね。それにあまり負担をかけるのも申し訳ないと思ってさ。そんな俺のセリフに彼女は再び笑顔を見せた。私はお世話になった井上さんに恩返しがしたいだけ。このお店が繁盛しているところ、井上さんに見せたかったな。そう言って涙ぐんだ。ゆりえさんのコロコロ変わる表情は見ていて本当に飽きない。俺はいつしか彼女と一緒にいる時間がとても楽しいと感じるように。父はきっと喜んでいると思う。俺にこの店を残したかったのはきっとゆりえさんのためでもあったんだ。俺がそう言うと彼女は号泣した。それからゆりえさんは客として頻繁に来店してくれるように。俺の寿司を食べては世界一おいしいと絶賛してくれて、常連さんとの会話を楽しんでいる。私はやすし君の握るお寿司のファン第一号ですから。そんな風に胸を張るゆりえさんの笑顔は今日もとても眩しく輝いて見える。俺の手が空いた時に父の思い出話をしたり、今後の課題などについてもアドバイスしてくれる。俺にとってはこの店だけじゃなく、ゆりえさんのことも
父が残してくれたように感じているんだ。父がいてくれたから、そして彼女の面倒を見ていてくれたからこそ、ゆりえさんと出会えた。そんな父には感謝の気持ちでいっぱいだ。彼女のおかげでこの店を続けていくことができている。父が愛してやまなかったこのお店を。そして俺にとってゆりえさんは今ではかけがえのない存在になっている。店を救ってくれた恩人としてだけではなく、一人の女性として彼女を愛している。先日俺はゆりえさんに真剣交際を申し込んだ。彼女は驚いた顔をしたけど、次の瞬間、パーッと笑顔になって、もちろんと答えてくれた。俺が大好きなあの笑顔だ。これから先もこの店と母のこと、そしてゆりえさんの笑顔を守っていく。もっと腕に磨きをかけて、一流寿司職人として上り詰めるつもりだ。だから父さんは天国で見守っててくれよな。